ワイワイリンクの横山です。今日は前回ダブルスのレシーブですね、ストップレシーブと分かりにくい頭突きのレシーブの解説をさせていただいたのですが、今日はそのストップレシーブであったり、タイミングの速い頭突きをされにくくするためのサーブの、解説をしていきたいなと思います。はい、まあ先日の動画を見てくださった方はもう分かると思うんですけど、やっぱりストップと頭突き、どちらのタイミングも早い、早く手を出しに行ってしまいがちなレシーブなので、それをちょっとこううまくごまかすようにサーブを出せたら、まあ、有効なのかなと思うので、はい、まあ実際にね出してみたいと思います。行ってみよう。はい、それでは、まあ、綺麗なストップをされにくいさ、ポイントその1はなるべく2バウンドがギリギリであることですね。最悪ボール1個分2個分台から出てもいいのかなと思います。やっぱりいいストップだったり、さっき説明した頭突き、早いタイミングの頭突きをしたい人っていうのはとにかく早く手を出したいですね。こうやって打球点を早くしてしやすい、いや、しなければならないので、とにかく前に前に行こうとするので、2バウンドギリギリ出るか出ないかのサーブっていうのは、そういうストップだったり続き、早いタイミングのレシーブがしにくくなるので、はい、ちょっと実際に出してみたいと思います。ちょっと深めに2バウンドギリギリ出してあげることで、その出し方なんですけど、はい、ではそのダブルスのみならず、まあ2バウンドギリギリにサーブを出すっていうのは、まあシングルスでもねすごく重要なことで、まあ、チキータなんかのね、チキータなんかをやってくる人にも対策できるのかなと思うので、その練習法、どうやったら2バウンドをしっかり出せるようになるかっていうのをちょっと練習法を紹介したいと思います。で、サーブの第1バウンドがやっぱり大事なんですね。まずこのサーブの第1バウンド、落とす場所をどこにするかっていうのをしっかり練習しなければいけない。で、まあ大体でいいので、こう、まあ、適当に棒で、まあ、今日は網でやるんですけど、棒で仕切ってあげる。で、ゾーン、ネット手前のゾーン、ここサーブミスゾーンです。深く、ネット寄りに深く行き過ぎてしまった場合は必ずサーブミスします。ので、ここにボールを第1バウンド打つことはまずない。ここダメだと。もしそれで入るならボテボテのサーブ、こういうサーブなら入ります。でもこのサーブ試合で使えないので、まあ、ここは第1バウンド落としちゃいけないゾーンです。で、さっき私がやった2バウンドギリギリのサーブはこの真ん中のゾーンです。このゾーンに落としてあげる。このゾーンに落としてあげる。この真ん中のゾーンをめがけて出す。
大体でいいので、まあ本当はね実際の試合でこのこういう棒がないので、イメージとしては台の真ん中に第一バウンドをついてあげること。で、まあ、ギリギリ2バウンド出るか出ないか、まあ、ここに落とせる、正確にポンって出せるようになれば、おのずと2バウンドギリギリ、まあ、力の加減とかはあると思うんですけど、目安としてはいいのかなと。で、最初サーブ練習するとき、長短はっきり分けたいときはこういう練習法もいいのかなと。で、最後に自分の台のこう手前3分の1、ここはもうロングサーブゾーンです。ここにぶつけてあげるようなイメージ。出せば長いサーブに必ずなります。なのでロングサーブゾーン、ツーバウンドギリギリ出せるゾーンで、ここミスゾーンで、こう大きく3つに分けて、サーブの長短の練習をしてあげると、まあ、試合でも、しっかり長短のコントロールができるのかなと思うので、まあ、まずはこういうちょっと第1バウンドを意識した練習法を取り入れてもらいたいなと思います。はい、ではポイントその2、ポイントその2は、まあ、ダブルスってフォア半面、フォアサイド半面にしか出しちゃいけないルールがあるのですが、大体皆さんもう本当に、ま、フォアサイドの真ん中に出してしまうんですね、まあ、こっちはちょっとサイド切りやすくてミスになりやすい、まあ、こっちもか、こっちは台から出やすくてちょっと打たれやすいと思うと、やっぱりどうしてもギュッて真ん中に狭まってしまうので、ただそうすると入りも相手の入りも速くなってしまうと、いいレシーブがされやすくなるので、まあ、うまく散らしてあげること、どこに来るか、半面なんだけどどこに来るか分からない状況にして、うまく散らしながら入りを遅らせるようにできるといいのかなと思います。ちょっと実際に出してみます。で、まあこっちちょっと横、フォアサイド寄りに出す方が、私的にはおすすめで、これもボール、まあ、あんまり大きく 出すぎてしまうとドンって打たれてしまうので、まあ、できればボール1個2個、うん、ちょっと台から出るかなっていうぐらい、あ、結構出てるがおすすめです。で、このサーブのいいところは、あ、今の中でいい。このサーブのいいところは、相手のレシーブのコースを限定しやすくなる。だからここ、ちょっとサイド出たところが厳しくバックサイドにレシーブをするっていうのは難しくなるので、なので、まあ事前にパートナーにちょっとフォアサイド寄りに出すよっていう説明を事前にしておいて、フォアサイド切るように出してあげれば、パートナーはおのずとちょっとこっちに待ってくれると思うので、まあ、前面どこに来るか分からないよりもコースがある程度絞れて、3球目狙いに行きやすくなるのかなと思います。で、難しいのが、ミドル寄りに出すのがすごく難しいので、もしミドル寄りに出す場合は少し曲げてあげる、ちょっと横を加えてあげることですね。まあ、特にパートナーが右利きの場合はミドルから出すっていうのがこういうサーブって難しいと思う。パートナーもいるので3球目攻めたいし、ちょっとこっちに寄ってると思うので、まあ、で自分がフォアサイド寄りに逃げた場合、このまま真っすぐ出すと多分難しいんですね。アウト、なんていうの、アウト、この行っちゃいけないバックサイド寄りに行かないとミドル寄りに出せなくなるので、そうした場合はちょっと曲げてあげる。第1バウンドを少しミドル寄りに出す。で、曲がってちょうど相手のミドル寄りに出る。こういうイメージ。ただこれ、めちゃくちゃ難しいから、よほど練習しない限り使えないのかなと思うので、まあ、もし、サーブが得意な方だったり、狙うのが得意な方は、おすすめ。ちょっと曲げてわざとミドル寄りにこう行ってあげる。っていうのもいいのかなと思うんですね。はい、で、外側はちょっとこう横、逆横、巻き込み系を出してあげるとよりコースが、限定しやすくなるのかなと思います。はい、ではポイントその3、
もうこれ最終手段ですね。もうストップも嫌だ、トゥクトゥキも嫌だ、もうとにかく早く大きいラリーにしたいっていう場合は、もう2バウンドする上回転、特にまあ横上回転がいいですね。巻き込みでもいいし、もうバレていいです、相手にバレていいので、もう絶対にポンって払ってくれるようなサーブを出してあげることですね。まあ、僕はもし出すとすれば巻き込み系の上回転、しかも分かりづらくなく、もう絶対に上ですよってバレていい。ただまあちょっと払い、パンと払われたくはないので、ちょっと横を入れてあげることによって、まあ、右っていうのは開かないといけないので、まあ、ちょっとバックにこう入れてくれる、それとパートナーの方がダンプを攻めてくれるっていうのが、まあ、理想の形なのかな。なので、もしストップ、ツッツキ嫌な方はもうバレバレの上回転、まあ、これも高かったらいけないし、台から出てしまうと打たれてしまうので、難しいは難しい、必ず2バウンドしてくれて低くて、でも相手に分かる上回転が出せるとこ家に来てくれると、パートナーにと決めてもらうっていうのも、まあ、手段の一つなのかなと思います。はい、それでは最後に、門田にサーブを出してもらって、まあ、門田が2バウンドギリギリに出るサーブと、ちょっと横に台から出るサーブと、明らかに上回転サーブを出します。で、岡本がどれぐらい反応ができるかですね。で、もう私もなるべく厳しくレシーブしていきますので、はい、できるかどうか分かんないけど、やってみよう。で、門田はサインを出していきます。今でもギリギリ中盤の出るか出ないかで、こうグッて行こうとしたらちょっとやっぱり詰まってしまってうまくいかない。意味ないさ。あれ。一瞬出るんじゃないかなと思っていくので、ワンクッションやっぱりタイミングが遅れてしまう。やっぱり綺麗に2-3バウンドぐらいするようなサーブなら行きやすい。ナイスサーブ。はい、あっ、あれ、ただ上回転出すと失敗するとこうなるんです。ちょっと台から出てしまうとゴンっていかれるので、これ気をつけないといけない。気をつけて短く、こうですね、そう意識して ここになった意識しすぎます。やっぱりレシーブで大事なのは3球目、はい、何かを絞れるっていうことがやっぱり大事ですね。はい、2バウンドする、しっかりした上回転、わあいいね、そうすると3球目待ちやすいね。はい、ナイス。ボールのレボルディアが普通に出そうと思った。で、ちょっと引かせました。
ぱね、こっちサイド切られるとやっぱりフォアサイド行きやすくなってしまう。50です、うん、これも待ちやすい。いかに待ちやすく、パートナーの方がレシーブを待ちやすいようなサーブを出せるかどうかがダブルスは重要になってくるので、なので間違ってもじゃないな、まあ、サーブで点数を取りに行こうとかすると返されるとパートナーの方は難しくなるので、本当にサーブで点数取れるぐらいのいいサーブを持っているのであればいいんですけど、まあ、そうでないなら、まあ、3球目の方を優先して3球目が打ちやすいようなサーブを出せるっていうのが大事ですね。待ちやすい、どう？いや、待ちやすいですね。はい、待ちやすい。はい、まあ、特にサイドからサイドを出るような、うん、はい、もうクロスでもすごく待ちやすい、うん、毎回は使えないけど、そうですね、要所要所でここ一本、はい、次何来るか分かんないなっていう時は、うん、まさに出されるとやっぱクロスに絶対上げてくると思うんで、ただここでまあもう本当に大事なの、もう次絶対横に出すよって言えばパートナーの方は絶対ちょっとこっちに気を、こっちに来ると思ってしまうので、この時にサーブを出す側が横に出なかった場合で、普通にストレートにレシーブされるとこれ一番最悪なパターンですね。なのでサーブを出す側は本当に出すって言ったらしっかり出してあげられるようにサーブ練習をしっかりしなければいけないということですね。カオタ君、はい、頑張ります。はい、ということで今日は、サーブ、ダブルスのサーブの解説をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。お願いします。3人の Twitter や Instagram、ワイワイリンクの Twitter、Instagram もやってますので、概要欄の方からフォローの方よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。それでは、さよなら。